ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアソル21、エクスペリア VL ソル21は、ソニーモバイルコミュニケーションズによって、日本国内向きに開発された、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN、及び、第3.9世代移動通信システム、対応スマートフォンである。ソニーエクスペリア v a t i f a 2 0 1 2イズ s 1 2 S, s の後継機種でグローバルモデルである Xperia V の日本国内ローカライズモデルとなる。基本的な性能は同時期に発表された NTT ドコモ向けの兄弟機種 Xperia x, x s o h e とほぼ同等でデザイン面ではソニーエリクソン時代のシンボルマークが消え本体のメーカーロゴがソニーエリクソンからソニー表記に変更されている点も共通。一方、 初期状態では、スモールアプリに非対応、ドコモ向けの SO-05D 同様に、スピーカーブを境に、下が開かない、デザイン、青色モデルの色味などは異なっている。なお、スモールアプリには2012年12月14日のアップデートで対応した。au 向け端末でのソニーロゴ表記は C413S 以来となる。キャッチコピーは、それは、あなたを動かす。 2013年5月16日に Android 4.1へのアップデートが開始された。アップデートに伴う変更点、機能の追加は以下の通り。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。